まで残ってくださってありがとうございます。金山にぎわいマルシェ、皆さんで一緒に最後まで楽しんでいきましょう。柔らかな光差して二人包んでゆく、変わらない愛、違うよ歩き続ける。オンリーだ、オンリーだ、ほんの些細なことから何度も喧嘩したよね。でも電話の声聞けばすぐ会いたくなるよ。忘れようとしても目に浮かぶのはその笑顔、やっぱり君じゃなきゃダメだって。改めまして皆さんこんにちは。 ありがとうございます。この名古屋を拠点で歌ってます夏目樹里と言います。今日のこの金山にぎわいマルシェ、いつもねこうやってステージをがあると思うんですけど、すごく久しぶりに出演させていただきました。で、今日これが私が最後になりますけども、今ちょっともう風が止んでいい感じですね。ラッキーですね。ここからねいろんな雪みたいにこう降ってきてましたけど、今は大丈夫そうです。皆さんも今日は暑いからなんかちょっとね夜寒いんじゃないかなと思って心配したんですけど、ニットで来ちゃいました。ちょっと暑いです。ちょっと心配したんですけど、
もっと暑くなりそうなんですけどね。まあ、皆さんはでもこれから冷えてくるのでちょっとね気をつけながら見てください。じゃあ次の曲聴いてください。ダンスドライブ。初めて聴いてくれた方多いと思います。ぜひ手軽に、あ、気軽に手拍子
私だけが熱いかもしれません。皆さんも一緒にもっと熱くなってくれますか。ここから盛り上がる曲です。ぜひ一緒にサビで手を挙げてください。よろしくお願いします。ありがとう。忘れかけた夢が今動き出す。胸の隙間少しずつ埋まるように、凍りついた記憶が目覚める瞬間、始まる未来だけも今願う。ありがとうございます。ドリームスという曲をカバーで歌わせていただきました。改めまして夏目樹里です。皆さん来てくれてありがとうございます。
本当にマイペースに今ライブしてますが、次が6月25日にまた名古屋でライブ予定してまして、また詳細が出たら私ツイッターとかで、ツイッターに住んでるのでツイッターでつぶやきます。ここに今日のアーティストの名前がここに書いてあるんですけど、夏目樹里で検索してもらうとツイッターとかインスタとか出てきますので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。すごいね、外で歌うの大好きなんです。気持ちいいですね、いい季節で、はい、というわけで、時間も時間なんで次の曲最後歌いたいと思います。ちょっともう優しすぎてどうしたらいいか分かんないリアクションありがとうございます。ラスト精一杯歌いますので聞いてください。メニーサンクス。世界は広がる。君と溶ける。
ございます。最後まで本当にもう一曲じゃあ歌っていいですか。もうなんかさせたみたいな感じでありがとうございます。じゃあ最後の曲さっと歌います。聴いてください、はやぶさ。CD も持ってきてますので声かけてください。夏目樹里でした。ありがとうございます。